部の方どうぞ、梶原の方へご案内いたしますのでお入りください。どうぞ。私ら分かってるような顔してますけど、本当は全然分かってないと思うの で、ここをね、やっぱり一つの拠点としましてで、ね、岡山でよろしくお願いしたいと思います。で、これ、この像がですね、これは触れる人だと、足の毛の先祖です。あの、畜産病といいまして、実は若松市の足の毛の、お台山にあります、お宝です。そこにこれをね、火が張ってます。あるかってね、私がこれ、ちょっと先入れてるんですよ。って言われてます。実際は80万くらいじゃないかと思ってますけど、で、まあ、これ、ここにいろいろあるんですけども、これなんかは、日本国のですね、当時どれぐらいも、向井の森山城は、あしら森の城はなぜ築城したんだろうかっていう、みんな言ってる人いないんですよ、あんまりね、これ、こんな感じです。それでは、また進められてお待ちします。で、やっぱ途中途中にいろんなこう仕掛けを作ります。攻め込まれた時に攻め込まれにくいようにいろんな、ね、仕掛けを作るんですけども、先ほどの後はちょっとここに説明書きもつけておきましたが、よく言われる、よく出てくるのは、こう代表的なのはこれ全部網羅してやる。で、例えばですね、ただいまより向井羽黒山城跡整備資料室リニューアルオープンセレモニーを執り行います。会津美里町長渡辺秀俊様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このようやく間に合ってですね、大変嬉しく思います。それと申しますのは、この5月の連休前にですね、ぜひやってほしいということで葉っぱかけておったんですけれども、まあ、今日になったということでありますが、まずはリニューアルオープン、皆さんと共にですね、お喜び申し上げたいと思います。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。あとはですね、いかにこの建物に魂を入れていくかということでありまして、実はですね、この中に見られた方は分かりますように、遠藤さんのですね、資料、個人的なものがほとんどです。町としての資料というのは、本当に少ないわけでありますので、ぜひですね、ここを利用されて、そして今度はですね、観光ガイドといいますか、観光に携わる皆さんにですね、いろいろ説明をされて、そして、お客様が喜んで帰っていただくようなところになればいいなという思いであります。実は5月の2日、連休にですね、私も大内に出かけてですね、観光 PR をするわけでありますけれども、渋滞で大勢のお客さんが来ておりまして、今、どんどんとこの関山バイパスを通って、この本郷に下がってくるという状態になりました。なりましたのはいいんですけども、あそこの村岡自動車屋さんからですね、こちらに入ってくる人がおりません。大型駐車場は作った、レストランは作った、今度はこの案内所ができたということでありますので、今度は万全な体制でですね、観光情勢がやっていけるんじゃないかなというふうに私も思ってますので、ぜひこれをですね、十分に活用し、そして魂を入れて、そしてまた私、書いてきましたけれども、おもてなしを持った案内をですね、ぜひボランティアガイドさんの方にも、ぜひお願いしたいなというふうに思っています。まあ、いつも私も街中を通りますと、そのボランティアガイドさんの方がですね、観光に来られた方にいろいろ説明しておられます。本当にですね、腰を下ろして休むところもない、お茶を飲むところもない、何にもない、ただジャンバーだけはですね、
何か揃っているようなありますけれども、そういう状態ではですね、これからの町の観光情勢は立ち行かないだろうということでありますので、ぜひこれを一つ拠点として、そしてこの向井羽黒山城跡がですね、ますます名城になってですね、そしてみんなに喜んでいただけるような施設になればいいなというふうに思っています。そして、私も村岡自動車さんからですね、こちらの方に誘導するために2日あそこに立ってですね、そして本郷の方にお客様が来るように言いますので、あとは本郷焼きの皆さんがですね、いかにその本郷焼きの湯飲み茶碗でも茶碗でも何でもですね、その一つでも二つでも打って、そして商売につなげるかということが問われるわけでありますので、今日弓田会長さんが来てませんが、葉っぱをかけてですね、今やっています。そんなわけでこれをぜひその拠点として今後とも頑張っていただくようにお願いを申し上げる次第であります。そして今日はこの入り口の鍵をですね、遠藤さんにお渡ししたいなというふうに思っています。これからもよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。向井羽黒山城跡整備資料室のリニューアルオープンです。どうぞ。どうもありがとうございました。